はい、2020年最後のね、千葉の旅、千葉に始まり千葉に終わる旅ということでですね、今日はMacBook ポチろうと思います。今からお墓参りしてから千葉のね、人気スポットに行ってみたいと思います。今日はこんな感じで、バイクで来てるにぎやかな。まださ、さっき食べたさラーメンのニンニクがめっちゃ残ってんだよね。おフリーワイファイだよ。パソコン持ってればここでも作業できる。マグリマグネット1000円サザエ 100g 230円。いやね、お吸い物が作れる。伊勢海老、伊勢海老 100g あたりって書いてある。何 g か分かんない、200g あったら2400円。そのぐらい システムがある。味がある、味物ある、味物ね。うん、いいかもね。うん、泥味ね、トロなんじゃない。上味っていうのもあるよ。泥味っていうのは上剣道みたいな言い方で、あー、原皮で買ってる。焼きにかけて、納豆に混ぜて、焼きそば、焼きうどんにかけて、うん、結構いろいろいけるね。そうですよ。あ、バウムクーヘン、あれ、うん、バウムクーヘンこっちだよね。ホワイトバウムだって。美味しいですよ。うん、じゃあこれと1,600円、1人やんかな。ね、なんかあれじゃない、あのさ、この間のさ船橋のチョコレート屋さんみたいな、これアーモンド、カコナッツ、レモン、本当だ、超味濃い。うん、いいじゃん。うん、あ、パン、チーズ、そうそう。こっちもすごいね。バームクーヘンなんだね。もう一個ぐらい買ったくない。ねえ、シフォンケーキ。へえ。マドレーヌ、これ。マドレーヌ。ああ、マドレーヌってあの美味しいやつだよね。うん、普通のバームクーヘンも買っとこうかな。いや、これとこれでいいかもね。ん？これとこれ。ホワイトと普通のやつ一個ずつ。あれ、あ、あのチーズとか大丈夫？今すぐさ食べるというよりはなんか、あ、でもこれは今すぐか、うん、買ったら生菓子だもんね、うん、じゃあこれ1本買って半分ずっこして、うん、あとは持ち帰りだな。はい、そんなもんでいいかね。いいんじゃない？うん、大丈夫。プリンとかあるよ。菜の花卵プリン、菜の花入ってんだよね。千葉の名産品です。だけどさ、菜の花とプリンが合うとはちょっとあんまり思いづらいんだけど、なんかうまくやってんだろうね。フロマージュってなんだろう。
バームクーヘンにより濃くと深みのある味わいを楽しめます。あのチーズケーキみたいな感じかな。あ、ミルクムースとベイクドチーズがとろけるチーズケーキだって。ねえ、美味しいに決まってんだよ。美味しいに決まってるけど、ちょっと買いすぎ感があるから。いいよ、じゃあ俺買うよ。別に今日食べなきゃいいんでしょ。せっかくなんか2018年の一般部門金賞なのでそうなので、はい、あ、いちごロールケーキもいいな。どっちかに、さすがにどっちかな、はい、はい、すいません。ロールケーキは結構食べれる率高いから、フロマージュにしようか、うん、次回ロールケーキにしたら覚えてるかな。じゃあこんなもんですね、うん、はい、そう。ドローン飛ばしたら綺麗だろうな。ここはドローン飛ばしてもいい範囲内だから。なんで持ってこなかったね。しかもカードないっていう。おかしいな。波照間島で失敗したはずなんだけど。失敗から学ばないと。失敗はしていいのね。失敗から学ばないとか。あれ千葉なんだね多分。で、あのちょっと。あれ館山？館山こっち。うちらが住んでる方なんじゃない？プティさん見える？うっすら見える。そっちが食べてよ。バームスティックチーズでした。馬菓子でした。こっちも